まあ、っていうかあのチョモララテは、うん、あのゲップとか、うん、おならとかはしないんですよ。うん、さっきコンビニトイレ行ってましたけど。くるくるチョモチョモ、くるチョモチョモ、今日はいい日だね。ジュニア見てる？くるぶしです。はい、ということでね、始めましたけれども、ウィスパーウィスパーボイス来ましたね。どれが生理用品や、ほんま。青かさあ、そんな感じですね、行こうかなと思いますけどね。飲み会が増える季節、はあ、まあ、ゲームも、はあ、いろいろやるんじゃないかなと、はあ、思いまして。パリピね、みんなね。パリピですね。出会った時はチョモはパリピだと思ってたからね、これは。僕ね、よう言われるんですよ。そうね、もう天性のクソパリピってね、ほんまに。僕ね、大晦日はね、うん、あの、実家で過ごすんです。初詣とか並ばないんですか？行かないです。ああ、もう家にずっと。いますね。そうなんです。気づいたら年明けてたみたいな。あ、暗いですね。まあそんなね、まあ俺もまあチョモもそんな変わんないんですよ。あのパリピではないんですが、うん、パリピの皆さんに、ね、ご紹介したいなと思う。はい、チョモちゃん行きますか？俺が行くの？よっしゃプシュー、止まらない無限ゲップパウダー大ということですね。大ということです。あの、これ結構ね、あの、ヒカキンさんとかやってたり、うん、あの、耐えるの無理とか書いてある。ゲップ、出したら負けよ、ゲームで盛り上がれ、ゲップが止まらない、我慢できない、止まんねえ、止まんねえ。書いてあることが、言ってるやつがもう苦手だもんな。そうそう。なんかもうこういうノリ。何よ。使用方法はね、はい、飲み会、宴会などでゲップをいかに我慢できるかをみんなでワイワイ楽しめる商品です。粉末で溶けやすくリンゴ味で飲みやすいということですね。リンゴ味なんですね。まあ、いらんとこに気使うなだけ。お召し上がり方としては粉末を口に含み水と一緒に、お召し上がりくださいということですね。おー、なるほど。水は漢方と同じですね。あー、なるほどね。まあ、早速、二人で、我慢ゲームですか？あー、じゃあどっちが、あの、我慢できないか。こちらをちょっと。あー、ありがとうございます。じゃあ言いますか、そんなにほんまにゲップが止まらんくなるのかどうか、うん、行ってみましょ う, う、あ、下流や、粉末じゃなくて、あ、本当や、うん、あのいいお墓の砂ね。じゃあとりあえずこれ入れて一緒に、うん、せーので水い、ね、きましょうか。美味しかった、普通になんか、あの、すごいリンゴ味で、うん、ゲップが出る気配が全くないんだけど。飲み込むんだよね。流し込むって書いてるよね。美味しかった。